はい、どうも、ファルチです。ということで、今回はですね、フチパイセンと、ビオ、やらせていただきます。ってことで、今回のフチパイセンは、はい、この方なんですけど、今、あれなんですよね。この動画撮ったんですけど、フチパイセンとバトル。声が入ってなかった。入ってなくて、今その撮ったやつを見てるんで、撮ったやつを見ながら喋ってるんで、まあなんかその画面と声が合ってなかったりするかもですが、そこは把握お願いします。で、なんでまあ結果はまあ僕は知っている状態ですね。で、ここは多分デッキを選んでるところですね。で、フチパイセンといえばまあファルチェってことで、このデッキにファルチェを入れようってなって、ここに入れるんですね。奴隷を変えるっていう。で、いや、悩んでますね。悩んで、いや、ボーラーをファルチェにしようと思う。いや、インドラ。はい。ということで、インドラを、まあ、ファルチェに変えて、まあ、ボーラーファルチェの好きなデッキで、まあ、フチパイセンに挑みます。はい。ということで、始まりました。よしよしよし、はい。で、フチパイセンは、動画撮れてるか確認します。フチパイセンあれはさ、昨年の日本一決定戦で優勝でも日本一に輝きからの、今今年のクララリーグの、まあ、シーズン1ですね、トモスのチームとしても優勝からのその MVP、 いや、えげつないですね。えげつない、やばいっすね、本当に。で、ここなんですけど、マジアチャがやばい。やばい。だって、マジアチャだけで今、2500から900、まあ、800ぐらい削られましたからね。やばい。めっちゃくちゃマジアチャにやられましたね、今は。でまあ、ここは、相手見習い兵士持ってるんですけど、まあ、ボーラーありえの、ファルチありえので、範囲攻撃多めなんで、まあ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 。いや、でも最初の、マジアチャのダメージがすっごいですね。はい、あれ、なんか、端前から出されると、結構まあ、どうせそんな受けんじゃろうとか、まあ、どうせすぐ処理できるわみたいな、カウンターだろうみたいな感じで放置するんですけど、あんま良くないんですよね。めちゃくちゃ痛い。で、ここですね。こういうところでもう、めちゃくちゃマジアチャで攻めていいで、これだけで今300ぐらい削られて、結構、おやばい状況ですね。ザピッツよ、マジアチャの使い方が本当にめっちゃうまい。適当っすけど、日本一マジアチャ使えるんじゃないかっていうぐらいうまいっすね。で、この今ダメージも900ですけど、これの1500600ぐらい、いや、もうちょいかな、もうほぼマジアチャでしか削られてないっすからね。まあまあまあ。で、こっちはこっちで、まあ、しっかり後ろから形作っていきますね。で、しかも相手はポイズン使ったんで、ここでスケフリがもうガン刺さりですね。はい、スケラいきます。で、もうバルキリーとザッピー、はい、フリーズ。なんですけど、まあ、マジアチャね、マジアチャ。やっぱマジアチャ使うのクソうまいっすよ、この人。だって、今のでダメージ500入らないとか、でこっちからしたらもう終わりですよ。だってポイズンも持ってますし、あのタイミングで完璧っていうぐらいのタイミングで自分の中でスケ振りしてもダメージ刺されなくて、まさかのあれですね、豚かける4、名前が忘れた、ロイヤルホグですね。ロイヤルホグ、なんかプチパイセンのデッキはなんかすごいデッキですね。すごいデッキ、親衛隊にザッピーにロイホグに、もうスパレータデッキですね。はい。で、このデッキ多分フチパイセンが YouTube で紹介してたデッキだと思いますね。なんで、フチパイセンも YouTube やってるんで、フチパイセンの YouTube チャンネルも載っけておくので、ぜひチャンネル登録してください。っていう感じで、まあ試合が進みの、ここはもう豚が一発でも殴ると、というところで、今回はですね、フチパイセンに負けてしまいました。
な感じで、まあ、フチパイセンにはまあ敗れましたね。で、まあ、フチパイセンあれですね、その、ファルチェの使い方、違う、ファルチェじゃない、あの、マジアチャの使い方がですね、めちゃくちゃうまかったですね。なんで、まあ、そういう部分は、すごい参考になったかなと思います。で、またそうですね、リベンジしたいなと思います。というわけで、今回は以上になります。よければ、チャンネル登録の方、よろしくお願いします。では、バイバイ。